いい感じのうねりが入ってきますが、潮が高すぎてちょっと割れないですね。はい、ゴミ拾って帰りたいと思います。燃えゴミが2袋と不燃物が今日は大量にありました。ここは基本海に向かって右から左に潮が流れるので、左の奥に大量のペットボトルが溜まっていました。あっという間に袋がいっぱいになりました。帰りはゴミを2袋しか持ってなかったし、もう3袋目を拾う気力はありませんが、帰り道はゴミを見ないようにして帰りました。拾おうと思えばゴミはいくらでもあります。また頑張ります。